にちは、Gです。今回はビデオ編集の話です。ラズベリーパイでビデオ編集？無理なんじゃないの？ CPU も非力だし、 GPU 支援もないのにできるわけない。そうなんです、無理は承知です。ネットで検索するとどのソフトが利用可能とかいう情報はあるんですが、ちゃんとテストしたという情報はほとんどありません。このビデオの目的は、今時点で本当に編集が可能なのかを調べて記録しておくことにあります。ラズベリーパイ4で利用可能なビデオ編集ソフトは2種類、オープンショットとケイデンライブです。テストは Ubuntu Mate の環境で行います。まずはインストールですが、コントロールセンターからソフトウェアブティックを開いてソフトウェアをクリックします。他のインストール方法もいくつか試したんですが、この方法が簡単かつ安全でした。はじめにオープンショットを検索してインストールします。オープンショットのバージョンは 2.4.3 2.4.3 は2018年のバージョンなので2年前のバージョンということですね。オープンショットの最新版は 2.5.1 なので、アプリを起動した時、ウィンドウ右上に更新版があると表示されますが、新しいバージョンにはアップデートできません。正確に言うと、リポジトリ追加すればアップデートはできますが、新しいバージョンは動作しません。次はケイデンライブ。オープンショットと同様に検索してインストールします。ケイデンライブのバージョンは 19.12.3、 最新版は 20.08.2 ですので、旧バージョンにはなりますが、最新版との時間差が半年ほどなので、そのうち新しいバージョンが出てくると思います。ケイデンライブはKDE コネクトが一緒にインストールされてしまうんですが、やめてほしいな。いると思ったら自分で入れるから。テスト用に10秒の動画を3本、30秒のオーディオを1本を用意しています。それらをタイムラインに並べて、一般的な動画編集手順を試して、レンダリングするまでのテストを行います。オープンショットを起動します。用意した動画オーディオファイルをプロジェクトにドラッグします。動画を一つずつタイムラインに並べていきます。タイムラインの拡大縮小も簡単です。動画を重ね合わせると、その部分は自動的にトランジションになります。タイトルメニューからテキストタイトルを作ります。テンプレートがたくさんあって、アニメーションタイトルも簡単に作れます。ここでは色とフォントを指定した単純なテキストとします。タイトルも動画と同じようにクリップとして扱われますので、タイムラインにドラッグして位置や長さを調整します。トランジションからフェードを選んで、タイトルの頭にドラッグして長さを調整します。タイトルの後ろにも同じようにフェードを配置しますが、このままだとフェードインになるので、トランジションの反転を選んでフェードアウトにします。
タイトルのフェードインとフェードアウト、ちゃんと動いてますね。2番目の動画はアスペクト比が異なるので、プロパティで拡大表示するようにします。少しずつ動かしながら調整を続けていきます。これでおおむね完成です。なんだ簡単にできるじゃないかと思われたかもしれませんが、オーディオを後回しにしたのには理由があります。まずはご覧ください。まともに再生できません。いろいろ調べたんですが、解決方法がありませんでした。次に動画に書き出してみます。プロファイルをフル HD にして試します。実は何度も同じテストをしてるんですが、システムクラッシュします。そうして分かったことは、書き出しの際、プロファイルを変更してはダメで、パルサイズのままだとクラッシュしません。それで書き出しがうまくいっても、オーディオ出力がおかしいのは変わりません。セルロイドで再生してみます。今度は経電ライブです。動画オーディオファイルをプロジェクトにドラッグします。経電ライブではタイムラインが動画とオーディオに明示的に分けられた構成になってます。同じ要領で動画ファイルをタイムラインに並べていきます。動画クリップの下隅をクリックするとトランジションが指定できます。デフォルトはワイプですが変更できます。プロジェクト内の右クリックでタイトルエディターが表示され、そこでタイトルを作成します。色とフォントを指定しただけの単純なタイトルを用意します。タイトルクリップの隅をドラッグすることでフェードが指定できます。2番目の動画をズームするのは、コンポジションでエッジクロップを検索して動画にドラッグします。そして自動中央クロップをチェックします。最後にオーディオファイルをドラッグして位置を合わせます。経電ライブにはプレビューレンダー機能があって、事前にちゃんとレンダリングします。少し時間がかかります。ではプレビューで再生してみましょう。少し音飛びがありますが、再生できてますね。レンダリングボタンをクリックして書き出しを試します。フル HD、MPEG4 での書き出しです。
書き出した動画をセロイドで再生してみましょう。ちゃんとフル HD で出力できてて、うまく再生できてますね。まとめです。オープンショットは利用できません。テストでのオーディオの問題だけでなく、テスト中に何度もアプリクラッシュやシステムクラッシュを経験し、安定性に大いに疑問を感じています。KDEN LIVE は多少の不便はあるものの、基本的な動画編集機能をラズベリーパイで利用することができます。ただラズベリーパイのハードウェア上の制約から何でもというわけにはいきませんので、スライドショーを作る程度が現実的なところではないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。来週には勤労感謝の日があります。今年最後の祝日です。新嘗祭という五穀豊穣を感謝する祝いがこの祝日の由来です。新嘗祭については1300年前の日本書紀にも記載があるとのこと。古に思いを馳せながらもステイホームでコロナ対策を。ではまた次回。